さんは、細菌やウイルスに、どのくらいの関心を寄せているだろうか。昨今の情勢では、アルコール消毒が盛んになり、多くの人が、ウイルス消毒に関心を寄せていることだろう。今回ご紹介するスレは、こんな時代になる遥か昔、イッチが参加した飲み会で、アルコール消毒を欠かさない、潔癖の知り合いがいたことで、事件が始まったスレである。さあ、イッチと潔癖の熱いバトルを見ていこう。異常に潔癖症のやつと飲み会をした。ひどかった。どうひどかったの？序章。サラダお持ちしました。あ、みんな食べる前にちょっと待って。消毒用アルコールを、サラダに霧吹きでシュッシュ。狂ってるだろ。で、相談なのだが、消毒用アルコールって体に悪い？普通の工業アルコールは無害じゃない。エタノールなら飲んでも大丈夫かも。いや飲むとかやめてね。責任取れないから。悪いよ。確実に失明するよ。友達が一気飲みして肝硬変した。今となってはアルコール消毒は当たり前の時代になったものの、このスレが建てられた2006年当時、アルコール除菌をこれほどまでにやる人は珍しかっただろう。消毒って言いながら、チャーハンやらサラダや店中にばらまいてたんだが、そんなやつ、実際にいるんだな。スペックと、状況を詳しく。俺、この春大学4年、潔癖、別な大学の新入生、友人たちや別な大学の人、5人。状況は、サークルに入ると決まった人と食事会をするというので、その別な大学の友人から誘われて、かっこ、同じ弓道部に所属してるためつながりがあった、で、昨日の6時から食事会開始、で、一発目。皆さん、丸店に入る前に、ちょっと待ってください。予約していた部屋に、大量の消毒液をまく潔癖。ちょ、何やってんの？雑菌だらけの部屋に入りたくないんです。部屋だけでなく、置いてある箸や皿にまで、消毒液噴射。これはめんどくさいですね。これはひどい病気ですね。そんな消毒行為が終わり、皆着席。さすがに消毒液にまみれた、箸や皿など使いたくないので、潔癖以外は、店員さんに事情を話し、新しい皿と、箸を用意してもらうことに。その直後、ちょっと、なんで皆さん消毒したやつ使わないんですか？この時点で帰ればよかったと思った。なんか、雑菌やら、世の中はこんなに汚いということを力説する潔癖。カバンの中から本を取り出して、懸命に説明。このように、電車の手すりにはこれだけの雑菌が、それだけがありません。例えばお金も、家に帰ったら、洗って消毒しないと、雑菌の塊を触っていることに、みんな引き気味だ。ああというわけでね、ありがたい講義を聞いたことだし、早速開始しますか。そうだな、じゃあとりあえず飲み物頼んで。私はこれでいいです。カバンから、ペットボトルに入った水を取り出す潔癖。それ何？キャップしたミルです。面白いな。ネタかよ。潔癖は精神病。病院に潔癖進めるのが良い。注文できないんじゃね。潔癖なのは構わないが、人に押し付けるのはどうか、と意見したイッチ。その後もこの飲み会について語り出した。潔癖以外、飲み物を注文。乾杯をするが、そいつはコップ同士をつけるのも拒否。乾杯が終わり、運ばれてくる最初の料理。皆さんスコップ。懐から出される霧吹きにより、料理にかけられる消毒液。さすがにかけられたくないので皆自分の皿を隠す。ちょっと、なんで隠すんですか？さっき説明したばっかじゃないですか。説教を始める中、無視して食べる俺と友人2名。ああ。店員や、他の客もびっくりしてざわざわ。なんで食べるんですか？消毒してないでしょ。ああ、俺消毒液苦手だから。あ、ちなみに潔癖は女性ね。女？かわいい。身長は160ないくらい。弓道やってるから、腕はがっちりしてる。テレビでやってた潔癖の引き女は、赤ちゃんよりお尻好きで、何度も何度もすくそうが、潔癖になった芸人が、うんこすこうとしたら、指にうんこついたってんだから皮肉です。アホだなぁ。無害な皮膚状細菌までやっつけたりしたら、逆に危険なのに。素で気持ち悪いな。苦手も何も、雑菌と、消毒液どっちを取るんですか。菌類がダメなら、発酵食品ダメでしょ？まして、人間の体って生きるために必要な菌がたくさんいるんだからさ。私にはそんな菌なんていません。定期的に洗浄かっこ、腸内洗浄のこと。するし、一日に何度もシャワーを浴びて、服も何度も変えます。
あなたみたいな不潔な人に言われたくありません。ん？まあわかったから落ち着こう。せっかくの食事会だし、ちょっとムキになったのは悪かった。ほら、お腹が痛くなったりしても、それは潔癖のせいじゃないしさ。自己責任自己責任。さあどんどん食べよう。ちょっと潔癖と仲がぎくしゃくし始める俺。そういう菌はいる、と断言すればよかったのに。うん、病気が、医者行かせろ。かなりの強敵であるこの女。一致はどう対峙していくのか。食事会は進むが、運ばれてくる料理に、消毒液をかけ続ける潔癖。大皿で運ばれてきた刺身にまでかけるのは、やめてほしかった。生なんて、一番危ないんですよ。私は危険だからこんなの食べないけど、消毒しないと食べれません。さっきから、反対してる人がいるけど、アルコールは蒸発するから、何の影響もないです。食べないならやめればいいのに、刺身が変な味になったのは言うまでもない。うげ、刺身にまでかよ。しかも自分食わないのに。うちの妹それが、農薬べったりついた果物なんて、洗わなきゃ食べられるわけないじゃない。っていう。んで、食器用洗剤で洗い出す。初めて見た時に、おい洗剤で食い物洗ってんじゃねえよ。どこのお嬢様だてめえ。って言ったら、得意満面な顔つきで、注意書きを見せて、どうよ。この洗剤、野菜果物も OK なんだよ。こんなことも知らなかったの？なんて言いやがる。確かに OK だったんで、うぐう、の根も出なかった。野菜は洗剤で洗うんだぜ。その後塩素で消毒するんだぜ。大手食品会社は、そうやって生の野菜を安全に消費者に提供してるんだぜ。その潔癖さん、米洗うとき、洗剤で洗ったことがあるって話してた。都市伝説かと思ってたから、かなり驚いた。それ以降は、安全な薬品で洗ってますって言ってた。薬品って時点でヤバいと思うが、ポーション。そんで一致はその女を、たの？殴ってない殴ってない。ちょっと食事会の話ではなくなるが、よくそこまでの潔癖症で、弓道やれたもんだな、と感心する。試合だと打った矢は、別な大学の人が回収するんだが、やっぱそこでも消毒液撒いたのかなと。崖かっこ、弓道で手にはめるやつ。鹿の革製、なんて群れて雑菌の宝庫なんじゃないかと。で、飲み会はその後どうなったの？刺身からか。ちなみに米は飛ぶだよな。そいつが米を洗うって言った時点でもしやと思ったが、ん？変わった味になっちゃったな。それが本当の味です。雑菌が消毒されたからです。普段感じてる味は、雑菌の味ってことをさっさと理解してください。少し俺に対してだと怒り気味。刺身は結局残ってしまった。もったいない、でも食えない。うわ、ムカつくな、わら。食べ物を美味しくしてくれるんだから、雑菌は素晴らしいな、わら。他の人は何も言わないわけ？その、あまり。ちょこちょこ言うけど、腫れ物には触れずって感じ。なんでエッチは、なーに、かえって免疫力がつく、って言わなかったんだ。このスレミンのレスに、あの時なぜ、携帯で実況しなかったのかと後悔するエッチ。次回に期待したい。そして飲み会の話はまだまだ続く。チャーハン登場。さすがに、これまで消毒液かけられちゃ溜まったもんじゃないから、さっさっと小皿に取り分ける。大皿にかけてるから大丈夫だろ。と思って少し目を離した隙に、かけられた。びちゃびちゃになる俺のチャーハン。涙の味。うれぇ。食うなよ。食事会は盗み食いしたり、死守したものを食べつつ、おしゃべり。大学の話になり、友人から、一致は染色やってて、インドやバリに行ってるんだぞ。いいところだよ。染色以外にも、昆虫や爬虫類、両生類の生態観察するのも楽しくてね。話聞くと面白いぞ。ネパールの話とかインドのパン売りとか。そんな汚い話、聞きたくないです。やめてください。ああ、話の腰が、一気かわいそうす。こいつ社会出て生きていけるの？何度も言うが、そいつかわいい。潔癖はなかなかかわいいだけに、すごくもったいない。かわいいのか潔癖。あんまり叩かれない理由がわかった気がす。かわいいは正義だよな。かわいいなら許す。潔癖にしろ亀にしろ、かわいいなら許される。これが真理か。どいつもこいつも手のひら返しすぎ、わろた。潔癖ではないが、水性亀にはサルモネラ菌とかいるから、触った後は手を洗った方がいいのはガチ。まあまあ、インドの話してくれよ。オッケー。じゃあネパールのやつを、話す俺。それも書いた方がいい？ネパールでの出来事。ネパールで、
病院の前の道にぶっ倒れてる男性発見。横に看板が立ってて、私は、はるばるネパールにいる両親を探しにやってきました。だが、お金もなく、現在病気にかかり苦しんでいます。少しでもいいから、お金を恵んではくれないでしょうか？おいおい、やばいんじゃないの、とガイドの人に言うと。何言ってんの？こいつ4ヶ月も前から同じことしてんだよ。だいたいここの病院無料だし。ね。汚いそんな国に言ってること自体、不潔ってことに気づかないんですか？潔癖は、綺麗か汚いかのことしか話題にできないのか。インドでの出来事。道端の、パン売りのおじいちゃんからパンを買う。パンを持っている手がチクチク痛む。何かと思ったら、アリだー。手に無数のアリ。おじいちゃんに、アリがたくさんいるぞ、と言ったら。なに、こんなんなんでもないだろ。パンについてるアリを手で払うそぶり。ああ、そうだよな。虫くらい大丈夫だろ。ささっとアリを払い、パンを食べる。でも私は食べないけどね。気持ち悪い。ちょっと失礼します。外に空気を吸いに出る潔癖。すげえな。インドではよくあること？当たり前のこと。虫がついてるなんて普通は気にしない。おじいちゃんのジョークだったのかな？潔癖が戻ってきたところで、今度はカルカッタの話。カルカッタは、ヒンドゥーのカーリー神、カッコ、アッキオ。す恐ろしい女神、に守られていて、カルカッタの寺院では、毎日動物の命を捧げたりする。大気汚染がやばい。そんな話をする。動物がかわいそう。何もかもが汚いってことに気づいてない。最悪。その後、うちで飼ってるヒキガエルの話や、バリや、インドネシアの爬虫類の話をするが、お仏を見るような目で見て、近づくと逃げるように。なんだかかわいいな。そう感じてきた俺がいる。かわいくても限界があるな。お前、極度の S だろ。いい気味な。でもちょっと潔癖に同情してきた。だって生きるの大変そうだもん。イッチは本当に S だな。ウェ、アーチュ、小五、小六。仕掛けた俺が言うのもなんだけど、本当に悪いことをしてしまったって思うくらい、取り乱す潔癖。声にならないような声を出して、消毒液を、当たりに巻く潔癖。どうしたんですか？そりゃあ店員さんびっくりするよな。事情を説明し、最初の皿や、箸を消毒した人って分かったら、納得して帰った。か、わ、い、け、べ、ば、い、い。で、食事会も終わり、店の前でお別れ。いろいろあったけどどうだった？楽しかったですよ。嫌な目にも遭いましたけど。ありがとうございました。次の時はうちの大学だけでやりましょう。別な大学の人は俺だけだった。俺にだけ挨拶も礼もしてくれなかった潔癖。ちょっと泣いたぜ、終了。もし次の機会があった場合は携帯で実況するつもり。どどんまい。マジでかわいそす。それ、お前に気があるんだよ。たく、うんこしても手を洗わない俺を見習えっつーの。お前は手を洗ってくれ。終わった後、俺と友人二人で焼き鳥屋でいっぱい。いやー大変だった。でも正直、サークルでやってける？それだよ。まさかああいう人だと思わなかった。テレビに出てもおかしくないんじゃないか？って感じだったね。そんな話をした。後に別なメンバーは、あれはない、さすがに引くね、だったよ。友人が普通の人でよかったな。今、友人にメールした。内容、タイトル、飲み会。本文、もし、また機会があったら、俺と奴は必ず呼んでくれ。どういう返信が来るか。非常にSっ気の高い一致である。VIP にすれ立てる前は、もうあんな体験したくねえ、だったけど、今は、もう一度あの黄金体験を、って感じになってる俺がいる。いや、マジで。普段こんな体験できないし、インドやネパールに行くより貴重な体験かもしれん。確かに稀有な存在だな。返信来た。タイトル、本文、マジ？呼びたくないんだけど。とりあえず、呼べ。って返信しといた。返信、マジで言ってる？サークル連中説得するの、俺の役目なんだけど。返信、そん時のお前の飲み代は俺が払う。さて、どうなるか。つか、線行くなぁ。返信来た。すれギリギリ？仕方ない。次の食事会は、入学式終わってちょっとしたらだから、中旬ぐらいか。呼ぶよ。ありがとう。俺来るって言わない方がいいかも。とりあえず、約束は取り付けた。そん時は書くんでまたよろしく。一応、報告楽しみにしてるお。今度の旅は、なかなか困難でしょうが、頑張ってください。線なら一気と潔癖はくっついちゃったりして。このまま線で隅到達し、スレは幕を閉じた。
果たして再選の結果はどうなったのか。次は意外にも、潔癖といい関係になったのか、それは誰にもわからない。ドン引きしながらも、一致は潔癖に対して意地悪をし続けた。そのガッツに拍手を送るべきなのかもしれない。